生で聞かせていただきたいんですがわかりました、はい、ややらせていただきます <laughs> <laughs> 篠ノメリの役を務めております中嶋幸ですよろしくお願いします篠ノメリノをイメージした今日は衣装でお越しいただいたんですよねそうなんですよリノちゃんこういうお洋服を着ておりまして忠実に再現できているのではないかと <laughs> ちょっとリボンのまあネクタイだったり頭にもリボンをつけているんですけれどもここが りのちゃんは赤なんですけれども今回はちょっと青色で統一をしてみましたいかがでしょうか <laughs> ちょっとくるっと回って皆さんにじっくり見せていただいてい,いですか <laughs> こんな感じです。うわ、細いです。あ、そんなことないです。いやいや、全然ありがとうございます。抜群のスタイルだなと思いましたが、本当にこのゲームの世界感、充実に再現をしていただきました。とっても素敵です。ありがとうございます。セロさんもこうご覧いただいてどうですか？え、もうとっても似合ってて本当に可愛いです。ええ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。どん なこうキャラクターをイメージして声を当てられたんですか？はい、そうですね。あの渡辺先生にキャラクターデザインを担当していただいたんですけれども、あのこう見た目通りこう。お上品でこうおしとやかな方なんですが、こう自分の芯をすごく強く持っていて、こう勝負強いというか。 こう負けず嫌いなところが出ている子なので、そこを少し意識しながらでもおっとり喋っているような風にさせていただきましたね。プロデューサーの方からこうリクエストとかこんな風にとかっていうなんか要望ってあったりしたんですか。そうですね。こう見た目通りこうお上品なのでこう。 お嬢様っぽくでも芯は強くはしてくださいっていうふうには言っていただいたのでそこを忠実に <laughs> 再現できているかなっていう感じですねちょっとスタンプ機能の中に声が入ってたと思うんですがそのスタンプの声ちょっとこう <laughs> 生で聞かせていただきたいんですがわかりました、はい、ややらせていただきますじゃ <laughs> と恥ずかしいですねこういうまでちょっとやる、ねはい、恥ずかしいんですけれども、はい、行かせていただきますよろしくお願いします 私の勝ちですね。はい。ありがとうございます。どうですか。いや <laughs> やっぱりこういう場でこう普通にこう自身としてゆきさんとしてお話ししてるときにこうキャラクターに急になってって言われると結構なんかドッキリするものなんですか。<laughs> いやドッキリとします。<laughs> こう声のトーンはどこだったかしらみたいな感じにはなりますね。こ <laughs> うしてこう使い分けられるのもなんかセロさんすごいなって感じしますよね。本当にこうもうプロですね。えー ありがとうございます。